じゃん。お願いします。教室売り機の娘婿の慎太郎と申します。あんた、そういう自己紹介いらねえからでね、長州には弱点とかってある？弱点はやっぱり今もう孫しかいないんじゃないですか。僕も孫にはもう頭上がんないんで。おい、おい、パパが上がんねえってどういうことやねん。やっぱ一番可愛いわな。そうですね。今やっぱり戦闘力高いのは孫ですね。戦闘力高いって。で、言うと一番下です、僕が今。そう、マジか。頑張る、あーちゃん。あーちゃん、あーちゃん。今はもう孫と遊んでる、うん。あ、そうだ。そうだよね。あの鬼の顔はさ、まあとろけてるもんね。あんな長州行き俺見たことないよ。やっぱりまだ右目は怖くないですか？右目リクさんの右目がすごい怖いんですよね、うん、ああ本当か。あの人もやっぱりさ、今でもファイターだから、引退したとはいえファイターだからさ、その瞬間的にこう入れ替わる時があると思うよ。いや、うん、それはあります、あります。あの、何この野郎って戦闘態勢に入るっていうの分かるよね。ただ仕事土地行った時とか、うん、ちょっとたまにその顔になるとめんどくさい。何も動けないですね。わかるわかる、めんどくさいな。あ、やばいと思うもんね。やばいどころじゃないですよね、うん、もう手汗とも全身から水圧が出ますよね。やっぱり長州力のね、舌につくものはね、こういうこと感じるのよ。でもこれがまた不思議とね、自分への喝にもなったりするから、ああいいのよ。長州力って不思議な魅力があるんだよね。人を引きつける力なんかあるよね。そこも多分計算してやってないから。だよな。だからいいんだよね、あの人ね。慎太郎なんかさ、長州力を攻略するにあたって、はい、俺に聞きたいことなんかある？あります、あります。リキさんが喜ぶことってあるんですか？あの、例えば誕生日迎えました。リキさん、誕生日おめでとうございますって言ったところで、そんなに喜ばないから。はい、娘と孫と一緒にジジイ誕生日おめでとうとかやるとすげえ喜ぶから。わかりました。これすごい大事。リラックスさせる存在、その娘さんなどがいたりとかすると一番来るね。そうなるとまた僕も奥さんにまた頭上がらなくなるんで、うん、いや頭上がんねえな、そしたらお前やべえないよいよもう最下層ですよ、うん、家で、家一番リラックスする場所で。あとあれだ、うまいもん食わせたら大丈夫だ。うまいもん食わせるとあの人多分うなるから。何が好きなんですかね、リクさん。肉だ、うん、肉だよね。とにかく肉と白米。 あ、うん、あとはニンニク。あ、そうだ、はい、長州力さ、家でさ、はい、ニンニクビール飲む。ビールのジョッキあるじゃん、それに、はい、ニンニクのすりおろしニンニク持ってきてくれ。すりおろしニンニクったらさ、そのすりニンニクを生ビールでバンって入れる。結構なれよ、ジュワーってなるから。だからそれで、えっって思って、なんかあったって思って、でバーって言うのに、あっ、これがたまんねえんだなって。いや、俺はあんたらたまんねえよと思って。最近のまだ、最近ハイボールダブルが多いですね。ああ、ハイボールに変わったな。健康志向だな、いいな。いや、でもダブルですよ。ダブルか。いや、あの人は酔っ払わねえじゃん。そうなんですよ。な、酒すげえ強えよな。全部覚えてますからね。だろ、だ、記憶飛ばねえのよ。飛ぶだろって言ってるくせに飛ばないんだから。ほんとね、なゲッ。じゃあ、あとね、長州力と接してて、はい、なんか変だなって思うことある？変な部分ですか、うん、なんかもう僕も変になってきてるのか、全になって、何もおかしいところないんじゃないかっていう風になってきてるんですよね。ああ、すごい、それね、汚染されてるよ。それ間違いなくね、汚染されてるよ。そういう時は、あの、外に出て、あの、左右、道端の左右を見て深呼吸した方がいいよ。そうすると自分に戻れるから。真壁さんも離れられてから気づいた部分って多分あると思うんですよ、ね、あるね。僕今渦中にいるので。なるほどね。なるほどね。そう、世代が俺から慎太郎に変わったんだよ。なんだそれ、なんだそれ、世代交代して。長州力になんかほら驚いたこととかなんかある？やっぱりでも礼節はしっかりしますよね。例えば、うん、あのテレビ局のスタッフさんが20代前半だろうと、うん、もうきっちりお辞儀して、分かる、挨拶と、あと帰りはありがとうございましたっていうのはしっかりやってもらいますね。すごいね。長州力の、でもそういうところはね、道場でもあるんだよ。お茶持ってきてくれって言って、お茶持ってきてくれって、若いやつがお茶持ってくるでしょ。
そうするとさ、はい、あ、どうもすいませんって言うんだよね。なんですいませんだお前練習生にすいませんってなんやねんって思いながらこっちがピリッとするもんね、はい、こうやって。どうもすいません、わかります。僕もたまに言われます、うん、言われるでしょ。あれ言われると結構ドキッてくるよね。わかるわかる。あれ、なんかまずいことしたかな。わかる。これどうよ。ゲッ。俺のモノマネさ、本気出したら結構似てるよね、はい、いや、オフが一番やっぱり。オフオフレフリーオフ。言わすなっつうの、マジで。これをね、やっぱ長州力見ないことを願うね。いや、本当ですよね。そうだよ、ほら、真顔になったから。慎太郎真顔になったよ、これ。慎太郎、もしね、はい、俺と慎太郎が組んだと思われてバレたらやばい。やばいですね。今、点々点がすげえ長かったけど大丈夫か。やばいよな、大丈夫だ。僕、真壁さんしかも味方、これでいなくなってる。大丈夫だ、お前。そんなものは俺に通用しない、大丈夫だ。だいざとなったら俺がもう長州力の前ってな、土下座してやるから。一緒に土下座するんかいって感じ。そうそうそう、するんかいって話だけどさ。はい、最高だね、面白い。うん、でもいい仲間ができましたよね。いやだからね、本当ね、慎太郎とこうやって喋ってると楽しくしょうがない。本当に弟みたいな感じで、同じさ、ね、親分がそこに親父がいるわけじゃん、おっかない親父がさ。でも本当に分かるもん、言ってることは。いや、ね、も僕もそうです。もう真壁さんしかいないですもん。おい、大丈夫な。ただあれだぞ、俺が殴り込みかけるまで長州力には内緒だぞ。分かりました。なあ、これはの、はい、緻密にこう計算されてこうパッとの行くかな。はい、分かりました。その時はもう精一杯お力添えしますんで。よしよし、大船に乗った気でいろ。ありがとうございます。OK、 ありがとうね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。これはでも本格的でもあれだな、長州力に対しては殴り込み考えなきゃいけないな。そうですね、うん、どう殴り込むかとか。そうだね、長州力がこううわってびっくりするのがね、出るかな。じゃあ味方はできたんで、はい、味方はできたね。最強の味方のね。そうですね、逐一報告できるからね。長州力の動向をね。そうですよね、一番分かってます。でしょ、これでまた楽しくなってます。よし、長州力10万人超えたら行ってやるぜ。